スタートしました。ちょっとバラッとしたスタートになりました。好ダッシュは好スタートルミニズムが決めましたが、外から富士信玄、内からは6番の栗野美幸ちゃんが出ていって、さらに5番のキープイットリアル、4番のリアブラックブルと続いていきました。この集団に追い上げて12番のミスマリキータ、3番手集団の外まで上がっています。その一旦8番のルミニズムが控えて、2番のディアルレイル、さらに外から上がってきたジワーッとサンキュージョンが続いて3コーナー回っていきました。その後ろに9コーナー、外からはラズライトブルーが進出、集団まで上がりました。間からは11番カシノグレイ、 3,4 コーナー中間で3馬身後方に線のイギダー、内を回っています。さらにそれをかわすように外からグランドエンジェルが上がっていって残り800を切りました。あとは後方ややばらけていますが、内からココアちゃんが進出、その後ろの集団からは外を回ってナムラグレイス、さらに遅れてこの集団の後ろに1番のMO パール、大きく1頭遅れていますが、後方からカンタベリー姉妹、馬群は4コーナーカーブからすでに600を切って直線コースに向かっています。栗野美幸ちゃんが先頭ですが、かわして富士信玄、10番の富士信玄先頭に変わって残り400を切りました。2頭の競り合いから3番手から12番のミスマリキータが追い上げに入っている。その外に出したルミニズム、さらに内から迫ってくるのはノーステラスあたりが追い込んでくる。さらに外から追い込んできた13番のサンキュージョイン、今4番手の一戦ですが、抜けたのは8番ルミニズム、リルミニズム2馬身3馬身独走に入っている。2番手争いは接戦、藤井信玄粘れるか、内からは栗野美幸ちゃん盛り返して、外からサンキュージョン、先頭ルミニズムゴールイン、圧勝でした。